なに、なにゴンタ、なに、なに、大丈夫ですよ、出ないですよ、大丈夫ですよ。先輩、何から行くんですか？俺が来るときって、お前ゴンタはこっち入れといた方がいいって。そうすか、出て、お前走ってちょっと。見聞の飲みで、あれは夏か、うん、守るの後じゃないの？守るの前じゃない？守るは11月とか12月守るの前じゃない？違うか。何だよ。いや、カット切るから、切るから大丈夫、切るから、切る。動いてる、動いてる。うん、もういいじゃん、ギョーさん。もうほんま人っちゃって誰か分かんない。どれがダメだ、黙るなよ、ギョーさん。黙るなよ、ギョーさん。今日はこれだったら勝てる、これだったら勝てる。あ、これでやめろ、それは。分かりました、分かりました、分かりました。でもね、あのさ、秋葉さんも一応本当に俺すげえ気をつけてるんだ、そこはね。あ、そうだ、ウルカに会ってきたよ、ちょうど。写真を見せなかったの。そうそうそう。静岡行かれたっすか？違う、あれ横浜。あ、本当っすか。そう、で、うちの娘がウルカの大ファン。あ、本当っすか。あー、前からそうなんだ。だって昔から、だって試合前毎週ジム来てるの。あ、そう。はい、あ、なんか そんな噂聞いたけど、うん、ぜひ遊び連れてきてくださいよ。僕だって今回、あの最初のワンちゃんを抱っこしたかったの、ステイホームで。そしたらワンちゃん持ち込んじゃダメだって言われて。ダメに決まってんじゃん。 あんな埼玉スンバレなんて役所系のさ、施設なんだからさ、うるせえじゃん。じゃあ大仁田がさ、総合体育館でタバコ吸ってさ、霊験師になるんだからさ、ダメに決まってんじゃん。タバコで、あ、タバコか。そう、タバコだよ。く知ってるな。あれ、ドアぶっ壊したからだろ。いや、でもそうなんだよ、タバコも吸ったんだよ。あ、そういうのあるかもしれない。だって、俺、オファーがあって、うん、なんか試合のオファーちょこちょこあって、今まではあるんだけど、もちろん断ってたよ。だって、シュートのランカーとかで。断ってたけど、最近は。ランカーで何やれって？そう。それはね、いや、シュートじゃない、違う大会で、藤田、あの、青森の。そうそうそう。あれ、用事やって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 。そう、この背中のカジなんとかと強いやつ。なーに、どうしたの、どうしたの。さあ、あの柿原ってプロレスラー知ってる？カッキー。ああ、結構ごついやつですよ、カッキー。そうそう、今だからガンだよ、ずっと何年間も。何年間もリンパ腫でガンで、でもトッピン引退したんだけど、復活して自分で興行とかでさ、で、今度相模原でやる、本当はこの冬にやるはずだったの。でも。カッキーライドっていう、いつもで鈴木みのるとかさ、なんだっけ、組長とかとやったりしてんの、カッキー後楽園ホールで。組長まだやってるの？そうで、船木とか桜庭とか、最後 UWF のオールスターだから呼んで、で興行して、でみんなリングに上がって、最後カッキーが一人一人呼んで、リング勢ぞろい。なぜかそこにシュートの秋元仁さん来てくださいと、俺も一緒に並んで写真撮ってる。UWF のメンバーと。じゃあ、とんでもない話だからね、今してる話で。つくいつながり、マジで。つくいつながりっていうか、うん、まあそうかな、そうだね。で、そう、でも、鈴木みの、そう、でも他のプロレスラーよりの方がデブだったね。俺とか、やばい。そう、俺とかでかいじゃん。鈴木みのさんとかいいかもしれない。うん、マッチョとか。引き締め。だから、なんだっけ、あの、ノアにいたなんだっけ、あいつ。ノアの社長。あいつから真っ白いやがったら。違う、社長だった。もう一回噴水の下り行ってもらわないと。そんなことはどうでもいいぞ。ちょっと秋元さん、久しぶりに俺会ったのに、俺に痩せたなとか何もないね。痩せてねえもん、別に。痩せてねえもんじゃなくて、サモアキッポだ。相変わらず、そう。相変わらずサモア。そうじゃなくて。だってなんていうか、寄せてんの、この髪型が。サモアキッポ。全部この髪型。いや、二人とも刈り上げですよ。二人とも刈り上げ。太ったねとか、痩せてなくてもいいけど。ドラえもんの顔できるんだよ。マジで。マジでドラえもん。うるせえ、ほんとに。やばい、やばい。うるせえ、マジで。
じゃあそれやまずで。いやいいよ、なんでやんなくていいよ。まずカメラ待ってたんだな。いやいいいい、そんなのいいんだよ。俺それいつもやって、何十回見てもいつもゲラゲラ笑ってた。パーマネントか美容師から美容師からしたらこんなん無駄無駄でしょ。だけど、おお、おかみのとこ見てよ、おかみのとこ。でも、あげおさんも絶対はげないね。俺を相模大野の噴水に沈めた先輩です、はい、それがさ、あの時って俺もうプロになってますよね。なってるよ。だから桑原とかってやってたよ。で、桑原ってやった時な、ボールペン拾った時ね。そう、で俺が秋元さんがタイトルマッチの前に生意気を言って気づいたら、危ねえよな、ボールペンあったらね。ボールペンの上に投げられたくないよ。でそっから記憶ないですもんね。うん、でダウンさ、こうすんげえダウンさせてレフェリーが止めてんのに、殴りすぎだよ。俺のセコンドなんだ。私は秋元さんやってもらったと思って。で、あの時トップロープとかに登ってなんか、はい、こんな押さえた気がする。それを下から見てた、はいはい、うん。いや、あの試合名勝負で一番の名勝負。秋元さんがセコンドって。そう。何が名勝負かって、やっぱ桑原の意地もあったよ、ね。桑原は桑原で、なめんじゃねえと。つなぎ。そう。でもあれ、2回戦だったら負けてんだよね。なるほど。逆なんだよね。だから桑原は、A級だから、そう。だから俺、だから3試合目で、3回戦じゃなきゃやらないって言ったら、普通だったらルール的には2回戦、2回戦だゴミに合わせなきゃいけない。でもあっちからしたら3回戦じゃなきゃやらないって言って、でも3回戦だから逆転負けしたという。そう、3ラウンドでもうゴミの、まあ、スタミナの差というか、その差で勝ったというか。あれがなければルミナさんと宇野カールさんの試合もなかったんです。そう、どういう意味？いや、ランキング実現しなかったの。ランキング的に王者決定戦。ああ、そうか。桑原対ルミナ。だから俺はそこが援護射撃になったから。こういうランキングでシュートって、こういうランキングでね、勝って負けたでこうやって上上がってって、やっとチャンピオンシップやれるかどうかっていう。だから、俺はその頃は、ちゃんとルミナさんとかの鉄砲玉になってたんだよ。いや、だから、来人かもが、言い方だよ、言い方だよ。だけど、あの頃って、大宮ジムとかですげえなんか構想があったじゃないですか。まあね、今なんかないですよね、ジム同士っていうのが、うん、ライバルのが。そう、俺なんか別に気にしてねえけど、慶州会とか、もう大宮ジムとかあったわけでしょ、大宮とか慶州。それが面白かったじゃないですか、ライバルっていうか。そうなのなんて思いながら、うん、俺別にそんな。だからそれはまだジムも少なかったのもあるんじゃないの。だから一番そう、あ、それはあります、ね、うん、そう今からいっぱいね、どこがトップだみたいな、うん、やっぱり自分同士の慶州会みたいな。そう俺ね、九州会なんか何度も来ると思ったらしいしさ。あ、今日本酒もあります。プリン体飲みたくねえから、まあ、ビール飲まないじゃあね、はい、じゃあハイボールでもいいですか。痛いよね。そう、だ足痛いんだ。コップあります。いや、これ全部使うんだ。ほんと1週間ぐらいなんだ。あ、コップある。尿酸値でも今 7.1 くすよ。俺もこれ逆にそれ使うと、これ使う。格闘技の話が尿酸値になっちゃうからね。下げたんで。あ、そうなの、うん、いや、自然に下げた。まーちゃん元気なのかよ。あ、僕っすか。俺も 8.9 で。やばいよ。どこも悪いとこない。もうすごい、ね、痛くて、もう仕事1週間休まなきゃ。あらとか壊さん。あらー、やっぱりね。外出するときに、外出用の餌とかするじゃないですか。なんかおやつとかやるとな。おやつや、その歯磨きガムとかやると、ああ、そうだな、飲まないと治るんだ。やっぱり急に入ったりしますけど、でも入っても人間と違って元気じゃないですか。俺、尿酸値だから今 6.1 に下がった。ミルクガムさ、合う合わないあるんだな。ミルクのとかダメ。プリンターってか、酒が悪いんだ。あんまりあげたくないです、本当は。酒あんま飲まない。モンターとかもね、チーズ系ダメ。ビールとかないこと言って。今日別カレー大盛りとか。いや、そんな食ってないんだよ。嘘だよ。家系。だから太る病気だって言ってるの。太る病気。ほんと何しても太っちゃう。でもウイルスってあるらしいよ。ほんと、いや、絶対そうだよ。そんな食ってないよ。そんな食ってねえしよ。ブロンコビリーのハンバーグ1本だよ。あ、今日さ、でも俺たまにさ、アマシューとかなんかコオロゲンとかでお会いするときに、俺ね、一瞬ね、分かってないからね、挨拶。秋元さんが、おう、ゴミって言ってくれるけど。誰だ、こいつって。ああ、秋元さん、誰。でも分かんない、みんな顔が大きくなるね。俺ね、
だけどさ、あんま変わんないもん。肉の量がなんか変わやばいでしょ。秋元さんはね、めちゃくちゃね、頑固者なんだよ、秋元さんって。絶対意見を曲げない男なんだよね。そんなことないよ。これ何？これハイボールです。濃いめのハイボールです。ハイボールじゃねえもん、もはや。ハイボールは、すごい。ラスキー飲んだくれって書いてます。いや。炭酸ちょっと変なやつあるもん。ウイスキーの味しかしないよ。だからアイボールだ。やばいよ、これもやばい。これ？蓋は。そう、ゴミは昔からあれだよね。パッケージ捨てちゃう人だよね。なんでこれ？これだけ。ああ。なんでそんなことまで知ってるんですか。何でも知ってる。意外に何でも知ってるんだよ。意外に何でも知ってる。いやでも裏話は相当知ってるよ。昔の本当20代の嫌な顔してる。パッケージ捨てちゃうんですね。パッケージ捨てちゃう。もったないじゃんね。あれこそ。だってあれこそ制作側の何のディスクがある。意図があって。ちゃんとストーリーが。だってあれをパッて見た中で選ぶからね。いやでも俺はなんかもうなんかすごい意味あるよね。そんな多かったっすか。なんでそんなこと知ってるんだ。それで選ぶの。そうだよ。だからもうすごいこうそれでインスピレーションでさ、だから選んで終わりでいいじゃないですか。買った後だから。だいたい買う前だったらあれだけどさ、買った後だったら捨ててもいい。ダメだよ、あれが大事だよ。でも秋元さんは一つの作品だよ。物も大事なんだよ。いやもうこの人本当ね、やっぱり大事なんですか、あれが。作品が戦争経験したのかっていうぐらい物捨てない人だから。だってこの人ね、俺が出会ったことね、その当時もアディダスのフランスさんなんかなかったんだよ。持ってんだ。全部俺は各もらっていいで、どうしても欲しいって俺あげてたんですよ。カートに。じゃあ山田さんのイメージはアディダスのイメージだ。俺のあの多分このクソ何十年も本当はこの人は持ち続けるから別に古着ヴィンテージとかじゃなくて、その自分がスポーツとかやったりする中で持ってるそのアディダス。じゃあ例えばあれだからあんの。ないよ、ふざけんな。ふざけんなよって言われたんだよ。俺言ったよ。俺だったらもう何十年もおそらく持ってるよ、俺。だからあげるか、その代わりずっと何十年も持ってるから。捨ててんの。捨てたっつうか、もうボロボロだったら気に入って。だからボロボロになっても捨てんのやつ。捨ててんの。俺でも本当、あの当時でもフランスないんだよ。あ、そう。今でもないっすよ。今。そういう話すんだね。いや、それカットだから。いやだってカットできんだから。いや、いいよ、思ってないよ。うん。そうだよ。黄色のやつ。全員。全員。全員。じゃねえから。うん、別に、萩本さんのあれでしょ。ほら。こういった、これ。香水。いや、だけど、ほら。でも、そんな、ゴミ酔っ払わないじゃん。ベロンベロンなんないじゃん。ベロンベロンなんない。ね。マックもベロンベロンなんないじゃん。なんない、もうだってダメだもん。昔ね、もう、昔は、あの、だからよく見聞で終わった後に、あそこの大野銀座のガクさんとか、養老って、ないんだよね。ないガクさんはあるよ。場所変わったら場所変わって。っていう、もう、しょうもない居酒屋があって、サワーとかは、こういう中に、ただ単に、メロンサワーだったら、かき氷のメロンのシュートが入ってるんだよ。で、レモンサラダ、黄色いのが入ってくる。俺だって、要は、ああいう同世代の人たちとの飲み会って、その前のバイトとかって、深夜の弁当屋とかだったから、なかったんですよ。わかるよ。そんで、そう、飲み会が。で、秋元人モテモテ伝説を知って、それを遊んで、知らないぞ、秋元人モテモテ伝説を知って、俺も、そこの同じところで働きたいっていうふうに。いや、俺は本当に生活に困って秋元さんにお願いしたんですよ。何言ってんだ、秋元さんよ。これカットしたくねえとこだな。いやだから俺、秋元さんが最初にこいつの話してきたのは覚えてるよ、俺。そう、で、松熊はゴミなんてもう
そんなことで、なんだ、持ってくれてえじゃん。いや、やばいじゃないの、その人。俺が言ったのは、俺が言ったのは、金髪はダメだっつって。いや、そんな真面目な言い方してないよ。で、それで、その後に、ゴミの話になった時に、あいつやべえんじゃねえのって、平気だよ、つって。俺はやんねえと思ったわけよ。ね、金髪にしてくださいね、次の日黒くしてこいと、じゃないとこうやってできねえぞっつって、言ったらどうせ黒髪にはできねえぞと思ったら、速攻で黒髪にしてくる。だけど俺なんか金髪でバイトしてたら、小学生の女の子とかいるじゃないですか、絶対女の子でしょとかって言ってきましたもんね、その頃、はい、金髪から女の子、色白で、そうなんだ、女でしょって言って、それぐらいね、人は教師だったんですよ。みんなの話かどうかわかんないけど、さっきもそういう昔の話してて、何、俺秋元さんに一回ケースになんか来いよと座った時にさ、猿みたいなやつに言って猿みたいなやつがいて、小猿みたいなやつがいて、小猿